はい、ズキです。本日は発表されたばかりの Xperia 1のズキ的気になるポイント3つを見ていきたいと思います。私としてはこちら、2011年に発売されたソニーエリクソン製 Xperia Acro SO02C で初めて Xperia そして Android 端末を使ったんですが、1年も持たずに容量がいっぱいになってしまい Galaxy Note に乗り換え、その後 Xperia からは遠ざかりました。8年前の端末ですが、挙動はこんな感じですね。内部ストレージの空き容量が 282MB になっています。現在 98MB 使用中なので、空き容量と合計するともともと 380MB しか内部ストレージがなかったということになります。 Android バージョンは 2.3.4 です。ちょっと懐かしめのアイコンが並んでますね。その後 Xperia はいい時もあり、そして悪い時もあり、昨年の夏の XZ2 シリーズでどん底になった印象がありますが、11月に発売されたこちら XZ3 でなんとか土俵際に残っているというのが私の印象です。ただやはり Xperia の根強いファンは多いと感じているので、このチャンネルでも今後積極的に Xperia の実機レビューをしたいと考えています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは新型 Xperia について見ていきましょう。バルセロナで開催中の MWC2019 でソニーがフラッグシップモデルとして発表したのが Xperia 1でした。シンプルな1の名前の通り、原点回帰、初心に戻る、一から始めるという意味合いが感じられましたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。私が思う大まかなポイントを3つ挙げていくと、ポイント1、最大の特徴はアスペクト比が21対9という縦長筐体、縦長 6.5 インチのディスプレイを採用したという点にあると思います。現在の主流は19対9付近のアスペクト比で、例えば新しい Galaxy S10 シリーズでも19対9となっています。 Xperia 1のアスペクト比21対9というのは、映画等で一般的なシネマスコープの 2.35 対1の比率に近づけたためとも言われています。そしてこの縦長ディスプレイにより、スマートフォンとしては世界初となる4K の有機 EL ディスプレイ 3840×1640ピクセル が搭載可能になりました。ただしこの 4K はテレビでいう 4K3840×2160 と比較すると、短辺側が516ピクセル少ないため、ドットバイドットでは 4K 動画を表示できないディスプレイということになりますので、ご注意ください。この縦長ディスプレイには昨年まで主流であったノッチも、そして今年主流となりそうなパンチホールもなく、写真で見る限りベゼルも狭く小さく、より没入感のあるディスプレイと言えそうです。この縦長ディスプレイは映画等の視聴以外にも Android OS の特徴でもあるマルチウィンドウを利用する際などに大きな利点があるのではないかと思います。ポイント2、デザインがフラットに戻った。 Xperia XZ2 ではいわゆるランチパックと揶揄されたアビエントフローデザインが採用され、賛否ありました。どちらかというとピが多かったと感じます。こちら Xperia XZ3 もその系譜となりますが、 XZ2 よりかはこのアビエントフロー、背面がラウンドする形状は緩やかになっていると思いますが、ディスプレイ面もナイアガラエッジと言われるほど急激なエッジになっているため、個人的には非常に持ちにくく感じました。ただこの XZ3 は XZ2 シリーズに比べるといくらか軽く、そしてシンプルになっていると思います。今回の Xperia 1は背面がラウンドしたデザインではなく、フラットなデザインとなっています。指紋センサーも背面から側面に戻っています。フラットな形にしたのはアビエントフローデザインが不人気だったからということではなく、縦長画面の魅力を追求した結果だそうです。 Xperia には画面の縁をタップして起動するサイドセンスという機能がありますが、この機能ですね、この機能が Xperia 1のフラットなデザインでどのような使い勝手になるのかも実機で確認したいところです。ポイントその3、カメラが三眼になった。 P20 Pro 以降主流となりつつある背面三眼カメラを Xperia 1も採用しています。ちなみに Xperia XZ3 は単眼カメラです。 Xperia 1の三眼カメラは3つとも1200万画素で、
焦点距離 16mm の F2.4 超広角レンズ、焦点距離 26mm の F1.6 広角レンズ、焦点距離 52mm の F2.4 望遠レンズという構成です。画像処理エンジンの改良によって高い解像度のままノイズを抑えることができ、暗所撮影も改善されているようです。 P20 Pro、 Mate 20 Pro、 そして Pixel 3と比較するのが楽しみです。撮影機能としてはスマートフォンとして初めて瞳 AF、IAF を搭載しています。これはデジタルカメラでは一般的になりつつありますが、被写体の目を自動で認識して追従する機能です。これにより被写体が動いても瞳に合わせて自動でピントと露光が調整されます。 AE 追従にも対応しているとのことで、逆効果でも行えるそうです。動画撮影時に使えるアプリとして、通常のカメラアプリとは別に21対9比率の 4K HDR24fps 動画が撮影可能な専用のシネマプロがプリインストールされているとのことです。一部ではハリウッド映画並みの動画が撮影できると期待されているようです。それ以外の注目点やスペックを見ていくと、まず本体カラーとしてパープルカラーが復活しています。 XZ3 のこちらのカラーは残念ながらパープルではありません。私の中でパープルというとバイオというイメージが強いのですが、パープルカラーの復活を待っていた Xperia ファンも多いようです。なお本体カラーはブラック、ホワイト、グレーを含めた4色展開となっています。本体背面は光沢感のあるガラスパネルを採用、筐体幅は 72mm、厚さは 8.2mm、 重さは 180g と少し重い端末と言えそうです。チップセットにはクアルコムのスナップドラゴン855を搭載、 RAM は 6GB、 ストレージは 128GB、 マイクロ SD カードスロットあり、バッテリー容量は 3330mAh で、ワイヤレス充電規格 C には対応していないようです。 IP65、 IP68 相当の防水防塵性能も備えています。また最近のスマートフォンには切っても切れないゲーム機能ですが、ゲームに最適化した UI、 ゲームエンハンサーが導入され、これによりゲーム中の通知がカットされたり、パフォーマンスが最適化されたりするようです。21対9表示に対応するゲームとして、バトルロワイヤル TPS のフォートナイト、レースゲームのアスファルト9、 MOBA のアリーナオブバラーが紹介されたそうです。 Xperia 1は今年の春以降に日本を含む地域で発売するとアナウンスされていますが、おそらく日本での発売は夏前後になるのではないかと思います。価格については現時点では未定です。 Twitter などを見ている限り、おおむねこの Xperia 1好評のようですが、もう一つ足りないという意見も多いようで、私としてはソニーの今持てる技術力を総動員したかどうかは分かりませんが、極力動員した力の入った一台になったのではないかなというふうに感じています。今回の MWC ではソニーは Xperia 1以外にも Xperia 10と Xperia 10 Plus というミドルスペックモデル、そしてローエンドの Xperia L3 という3つのスマートフォンも発表しました。 Xperia 10と Xperia 10 Plus も Xperia 1同様21対9比率のディスプレイで、解像度はフル HD プラスのスタンダードモデルスマートフォンと言えます。画面サイズは Xperia 10が6インチ、10プラスが 6.5 インチとなっています。チップセットは10がスナップドラゴン630、10プラスがスナップドラゴン636、 RAM は10が 3GB、 10プラスが 4GB、 ストレージはそれぞれ 32GB、 64GB、 メインカメラは Xperia 10が 13MP、 5MP のデュアルカメラ構成、10プラスは 12MP、 8MP のデュアルカメラ構成ですが、こちらは2倍望遠撮影が可能になっているとのことです。 Xperia L3 は18対9比率の 5.7 インチ HD プラスディスプレイを搭載しています。チップセットにはスナップドラゴンではなくメディアテックのヘリオ P22MT6762 が採用されています。指紋認証センサーは3モデルともサイドに配置されていて、電源ボタンとしても機能します。そして Xperia 1にはなかったヘッドフォンジャックが10と10プラスにはあるそうです。また関連商品としてネットバンド型の Bluetooth ヘッドセット、オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット SBH82D も発表されました。特徴的なイヤーピース部の形状により、装着中も耳を塞がず周囲の音を聞くことができるそうです。価格は Xperia 10が$350、約38,000円、 Xperia 10 プラスが$430、約48,000円で、3月18日発売とされています。
ということで MWC で発表された Xperia 4端末を駆け足で見てきました。機会があればより詳細について触れていきたいと思いますが、皆さんはどう感じられたでしょうか。俺たちの Xperia が戻ってきたと感じられた方もいらっしゃれば、まだまだ中国勢には追いついてないという方もいらっしゃると思います。私も引き続き Xperia を熱くウォッチし、実機レビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録お願いいたします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。